瓶に入ったプルケプルケは酒の一種。流絶乱化の植物の樹液を発酵させて作るメキシコの伝統的な醸造酒である。メキシコ高原ではイスタクオクトリとも呼ばれる。アルコール度数は4%前後であり、あまり日持ちがしないため多くは産地の近くで消費される。アガベから作られる上質のプルケはプルケフィノと呼ばれ、 それ以外の種で作られたプルケはプルケコリエンテ、トラチケと呼ばれる。醸造されたプルケは免疫質の白い液体だが、アニスや唐辛子など香辛料を入れるなど様々な方法で加工されて飲まれる。また、糖蜜や果汁を混ぜた甘いプルケはテパチェと呼ばれる。以前はプルケを蒸留したメスカルデプルケが作られていたが、 元となるプルケのアルコール度数が低いため薄い、上流種しかできず、メスカルに駆逐され今日は作られなくなった。メキシコでは、流ランの総称をマゲイと呼び、古典ナワトル語では、メトルといった。マゲという品種名は、スペイン人によって与えられたもので、カリブ海の先住民体の族の言葉に由来している。プルケ作りに使われるマゲイには、様々な種類があるが、 代表的なものに、アガベがある。乾燥して冷涼な高原地帯を好み、イバルゴ州やトラスカラ州に自生している。西暦200年頃にはすでに栽培されていたと考えられており、酒を作る以外にも、繊維からロープを作ったり、刺しは針として、葉の薄い膜は料理用の紙として利用された。株が十分に成長すると、中央部が伸びてくる。 これが家計で糖分を鼻に送るためのもので20フィートほどになるが、この茎を折って中に詰まった糖分の豊富な液をアココテというピペットを使って採取する。これを発酵させてプルケができる。発酵は短い場合1日半、長いもので2週間かかる。このプロセスは醸造所ごとに違いがあり、苦伝によって伝えられる秘密となっている。プルケの起源には、 流絶乱を住みかとする食用の昆虫であるグサーノを採取する過程でたまたま発見されたという説や、加賀を叩く技法などや死種,種の発展過程と共通点が見られるため、やシ種,種の応用で作られるようになったという説など、いくつかの説がある。少なくとも千年以上前に発明されたものだろうと考えられている。西暦200年頃のチョルウラのピラミッドの壁画に、 プルケを飲む壁画が発見されている。先住民の間では宗教的にも重要なものとされてきた。アステカ神話には流舌乱の神としてマヤウェルという神が描かれており、猿をかたどったアステカのプルケ容器が多く残されている。ありがとうございます。